くよ、みんな。せーの、一からをぶっ壊す。さようなら、一から株式会社。あー、一からがエニカラになった。そう、エニーカラーズになったんだよね。いいじゃん、なんか今風っぽくない？企業名名前変えた理由は？いや、なんかあったんでしょ。違うのよ、ダサいって言い方良くないわ。親しみやすかったんだよ、今までは。思い入れもありましたし、俺の一存で社名変わるのやばすぎでしょ。でも株欲しいけどね、俺。一から元いエニカラさん、株ください。やる気めっちゃ出ると思うんだけど。歌ってみた、週一で出るぞ、株くれたら。俺が企画やるぞ、株くれたら。見てないよ。そっか、俺らが出現すると株価下がるじゃん。だから俺がトロールすると株価下がんの。俺めっちゃ真剣にゲームやるけどね、そしたら。いや、今でも十分真剣にやってるけど、俺マジ笑いなしになるよ。それちょっと、じゃあ次行きますか。はーい。で、一から社名変更についてちょっとなんか電波が悪いみたい。みんな電波悪い。あれみんな、いや、今喋りますよ。エニカラ最高。エニカラ万歳。風緑さんから、一からからエニーカラーへの社名変更の際に所属タレントにもアンケートを取ったらしいですが、 JKL の皆さんはどんな回答をしましたか？ゆずりんは、期限切れでした。あー、なるほどね。まあ私も期限切れだったわ。L さんは？ L は、いつからが良かったからみんなに任せた。なるほどね。委ねた。期限切れにしましたってことね。はい。なるほどね。カエデちゃんは、私は、投票しませんって伝えました。ちゃんと社長に、一からが良かったから。あ、待って、私したかな。したかもしれない。まあ、したとしても多分エニーカラーだった気がする。なんかアンケート画面までは行った記憶があるからって感じ。そう、アンケート画面行って何個か候補があって、で、その社名の、由来だったり、こういうのを目指してこういう社名にしたいですみたいな、なんか投票があったんだよね。で、その中にエニーカラーもあったんだけど、まあなんか別に一からでよくねってなって。まあね、まあ馴染み深い、一期生にとっては馴染み深いし、ね、まあそうなんすよね。まあ、ちゃんと変える理由とかも説明はしてくれたんですけど、それに対して変えたくないですっていう意見に対して、いや、なんか名前を変える理由も結構ちゃんと説明されてて、その、まあ一からっていうのはひらがなだから、まあそのね、今 EN とか海外にも進出しようと頑張ってるし、そういうのでこう日本語だといまいちこう、伝えにくい、説明しづらいのもあるから、やっぱこういう社名変更に至ったみたいな理由もちゃんと説明してくれたから、社員さんが。そうね。そうだから、まあ一応ライブはみんな納得してる形だと思うよ。まあその上で、まあ一からが良かったなって思う人もいるだろうし、二から、もう全然いけるっていう人もいると思う。万歳。2から万歳派も全然いると思う。そうだね。うん、まあでもなんかその社長直々にこういう理由があってっていうのを、まあ私とミトちゃんがそう、意見じゃないけどね、提案みたいなのしたから、100人ぐらいライバーがいるチャットルームで私と楓ちゃんだけ噛みつくっていう。そう。まあ、ちょっと寂しい思いもありますが、もっとこう会社がね、いろんなように広がっていけばいいなと私は願っております。じゃあお次のあれいきますか。全然関係ないんだけど、ちょっと話していい？え、なんすか？全然ちょっと感動っていうか、なんかそういう前に向かって進んでいこうっていう話とか、全然ちょっとちゃちゃ入れるようで申し訳ないんだけど、いいよ。あの、リンファムさんが見つけたんだけどさ、
エニーカラーってなんか並べ替えると、うん、ロリコンあーになるの。ロリコンなの。見たツイッター。そうなんだ。そう、隠されたメッセージがあるっていうやつ。ここでジャポネの精神が面白いなって思って、うん、すげえなって。あ、ロリコンにあれか、顎のあってこと。そう、なるほどね。ケンさんが噛んでるんじゃないか。なるほどね。これあれには書いてなかった、資料には、ね、書いてなかったね。仕組まれていた可能性があるな。あいつ社員やったんか、もしかして。社員説出たな。うん、あ、みんなそういえばさ、うん、今日さ、うん、ついに発表されたじゃん。社名ですか。あ、あのダサいやつ。うんうん、そう、あ、いや、そう、社名ね。どう思います？ああいう、あれ、新しい、あれはカラーについて。なんで社名変えたんだろうね。やめよ、やめよ、やめよ、客がやって一理なしだよ。やよ。まあ、素直に聞こう。エニカラーどう思う？まだピンときてないよ。なんかありそうだよね。なんで変えたの？なんだっけ？なんかいろいろ理由はあるんだよ。なんかそう。なんかやっぱ海外需要みたいな。あ、そう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 。海外の人に力が通じづらいみたいな。書いた。まあ確かにそうかもしれないですね。ね。社名の由来とかね。まあ答えづらいかもしれないですからね。一カラもエニカラもそんな変わらなくない？それ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 マジで何が変わるの、一カラとエニカラで。いや、でもこれからなんだよね、きっと。エニカラにしたからさ。そうだね、うん、こっから外国人受けがめっちゃ良くなって、めっちゃバズるんだろうな。そうそうそう、エニカラ、そうね、うん、大好きエニカラ、大好きエニカラ。その意識でいきましょう。これから自己紹介するとき、エニーカラ株式会社の二次産地所属の渋谷はじめです。だっせー。やめてください。やめてくださいよ。ごめんなさい、まあ、ダサいかどうかはね、正直主観が入るので、はいはい、まあダサいかもわからんですよ。はいはいはい、ええ、でも前本はどう思ってんの？一からとエニーカラどっちが好きなの？前本は一からの方が好きだよ。そら愛着がありますから。そう、なんやかんや言うてる。何年ですか俺、もうちょっとで3年くらいですか、うん、3年くらいは勤めてるわけですから、一応は所属はしてるわけですから、まあ、それはやっぱね、まあね、どっちに愛着があるか、どれに愛着があるかと言われたら、俺はやっぱちゃんとそれは一からの方に愛着ありますよ、うん、それは間違いなく、うん、だって俺自分の衣装の中にマスクの一からがいるんですから。確かにね。衣装、え、あれ別人じゃないですか。あ、いやもう別に明らかにしてるんで。ええ、いや、タイガーマスクの正体が、ううやだな、なんか何がどうですか。やだな、そういう、設定だったんですか、あれ。うわー、悲しい、ひどい。嫌います、じゃあ、マスクの力に。マスクの力に。別にいいです。気がいいんだよ。おい、なんか変なおっさん、マージャンに入ってきたな。すごいよな、やっぱ。なこれ作って何年だ、2年ぐらい経ってんだけど、やっぱ見慣れないもんね。、うん、え、それでなんか何配信いつした？